ひまかじま資料館は、愛知県知多郡南知多町大和ひまかじま東側83にある郷土資料館、1989年に開館した。2020年には、新型コロナウイルス感染症が流行したことから、4月14日から当面の間臨時休館している。かつて行われていたサメ漁から現在行われているタコ漁まで、ひまかじまで用いられている。 様々な漁具が展示されている。サメ漁に用いられていた釣り針は日本最古と言われる。漁船の模型も展示されている。日韓賀神社境内の東側には6世紀から7世紀の北地古墳群があり、北地第1号墳から北地第14号墳まで14基の古墳が発見されている。北地古墳群は直径約10メートルの円墳であり、横穴式石室を有している。 副装品としては、末期、太刀、鉄属などの他に、サメ漁に用いられていたとされる鉄製の釣り針や、ダルマ型の積水が出土しており、北地古墳群出土部は、南千多町指定文化財に指定されている。出土品は、基本的に、南千多町郷土資料館に展示されているほか、ひまかじま資料館にも展示されている。館内には観光案内所が併設されている。 屋上の展望台からは港の景色を眺めることができる。ありがとうございます。